特集です。去年県内で結婚したカップルは3376組で、前の年に比べ132組減っています。こうした中で今や多くの人に出会いの手段として利用されているのが、マッチングアプリなどの婚活サービス。このサービスで出会いを応援する県の取り組みを取材しました。使ったことはあります？ああ、少しだけ。まあ、恋人探し。まあ、いろんな人と会ってっていう感じではありましたね。あります。あ、そうですか。女性が無料のやつを使ってたんで、やってみようかなって。リクルートブライダル総研が全国の20代から40代の男女を対象に行った婚活実態調査によると、おととし結婚した人のうち、婚活サービスを通じて結婚した人の割合は 15.4% で、そのうちマッチングアプリなどのネット系サービスを利用した割合が最も高くなりました。婚活サービスを使った出会いがより身近になってきています。盛岡市菜園にあるいきいき岩手結婚サポートセンターアイサポ盛岡、少子化による人口減少対策、結婚支援の一つとして県や市町村、企業などが連携して2015年10月に設立されました。まずアイサポそのものは、会員登録制により、1対1の出会いを提供するシステムになっております。まずはそこの入会の際に、ご自身のプロフィールですとか、お相手に望むことなどを登録していただく形になります。入会条件は、県内に在住または勤務をしている20歳以上の独身者です。登録の際は、希望する相手の年齢、職業、居住地、年収などを経験豊富なアドバイザーが時間をかけてヒアリングし、条件に合った相手を選びます。男女双方が希望した場合には、スタッフ立ち会いのもとでお見合いをすることができます。そこで気になるのが、相手選びの方法です。基本的にはお相手をセンターが紹介をするという形ではなくて、条件に合ったお相手の中からご自身で相手を選んでもらうということを基本にしています。アイサポでは3年前にシステムを全面更新し、全会員の活動履歴などを蓄積したビッグデータから AI がおすすめする相手を見つけ出す機能が追加されたほか、これまで1人までだったお見合い希望が3人まで出せるようになりました。例えば第一希望の方がお断りという場合には、第二希望の方と、今度はどうですかという、そういう、紹介というか打ち合わせができるというか、そういう形になりましたので、そういうお見合いの申し込みの頻度ですとか、そういうスピード感が上がったというのはあります。こうした取り組みにより、結婚に結びついたカップルは昨年度過去最高の26組を記録。また一般的に月額4000円程度かかるマッチングアプリなどに比べ、アイサポの会員登録料は2年間で1万円となっています。県内23市町村ではこの登録料を助成する制度がある上、昨年度は無料登録キャンペーン効果もあり、全会員数が1000人を超えています。県では今年度5500万円の予算を計上し、年内を目標にマッチングシステムの機能の充実を図るということです。これまでできなかった、センターに来所することなく、オンラインでの入会会員登録ですとか、自宅等でのスマホ等による会員の検索閲覧、性格別にいくつかのグループに分けて、自分と似ている性格などの異性の検索閲覧を可能とすること、あるいは趣味をキーワードとした異性の検索閲覧、こういったものも可能にしていきたいと思っています。一方で街の人からはこんな声も。アイサポって言うんですけど、ご存知？知らないです。県がやってるっていうのだと安心感があって使いやすいのかなと思います。ご存知ではない？知らないですね。そうですか。県でやってるのであれば、結構いいんじゃないかなっては思います。
一部のマッチングアプリで詐欺被害などが報告されているのと比べて、アイサポは安心できるサービスとして期待されている一方、認知度の低さが課題の一つです。実は我々もいろいろ県内各地の企業さんと回らせていただいて、いろいろこのアイサポの周知といか言いますか、そういうことをお願いしているところはありますけれども、やはり回っていますとまだまだ知られてない部分も結構あったりする部分はありますので、やはりそういった企業さん、それから関係団体さんの方の周知、それからご協力が必要だなと思っているところです。またアイサポは今年3月時点で全登録者およそ1000人のうち男性が7割、女性が3割となっていて、今後はいかに女性の登録を増やすかも課題になっています。